コーヒー豆、コーヒー豆、コーヒー豆は、コーヒーの木から採取される種子のこと。生産されたままの生の状態を、生豆、加熱加工されたものを、焙煎豆という。焙煎、粉砕したコーヒー豆を、湯や水で抽出したものは、コーヒーと呼ばれ、嗜好飲料として、世界中で愛飲されている。また、焙煎豆を菓子としてそのまま食することもある。 チョコレートなどでコーティングすることが多い。一般にコーヒー豆と呼ばれるものは、その加工された状態によって生豆と焙煎豆に対別できる。生豆は生豆、あるいは木豆と発音される。一般には木豆と読まれることが多いが、コーヒー業界での専門用語としては生豆と呼ばれることの方が多い。これ以外にグリーン、グリーンコーヒーと呼ばれることもある。 生豆は、まだ焙煎されていない生のコーヒー豆である。コーヒーの果実から果肉と内科費、種皮、パーチメントとも呼ばれるを取り除いた、生成された状態で、厳密には種子そのものではなく、胚乳と胚芽を合わせた部分を指す。通常、コーヒー豆はこの生豆の状態で、生産地から消費国に輸出され、消費国にあるロースターと呼ばれる、焙煎業者や、コーヒー豆販売業者、 喫茶店主などの手で焙煎されることが多い。ただし一部は生豆の状態で自家焙煎を行う消費者に販売されている。生豆は収穫された年度によって一家のように分類されることがある。生豆の収穫年度は毎年10月1日を初日として計算される。生豆は新しいほど緑色が強く、時間が経過するにつれて高褐色に変化していく。 ただしコーヒー豆の生成方法によっても色調が異なるため色だけから判別することはできない。また時間が経過することにより生豆の含水量が徐々に低下しロット内でのばらつきが少なくなると言われる。このため古い生豆の方が焙煎の時に失敗することが少ないと言われている。香味についても新しい生豆と古い生豆では異なると言われている。 一般に新しい生豆は良くも悪くも豆の個性がはっきりとしていて香りにも優れていると言われ古い生豆は個性に欠けるが味に落ち着きがあると表現されることが多いどちらを思考するかは人それぞれであり一概にどちらかが優れていると結論付けることはできない焙煎豆は生豆に対して焙煎と呼ばれる加熱処理を施したものである焙煎によって 生豆に含まれている成分が化学変化を起こし、その結果、我々が口にするコーヒーの味や香り、色などが初めて生み出される。ロースターの手で焙煎された焙煎豆は、中間卸業者あるいは喫茶店に卸売りされ、そこから消費者の手に届けられる。この時焙煎そのままの形で販売されるほか、さらに粉砕加工を行った後で販売されることも、ある。また生豆の仕入れ、 焙煎、10kg 程度までの焙煎釜を用いるから、販売までを一つの店舗で行ったり、仕入れた生豆を、顧客の注文に応じて 1kg 以下の小型の焙煎機を用いて、客の好みの焙煎で仕上げて販売するような、個人経営の店舗も近年になり増えてきている。これらの形態の店舗は、自家焙煎、店と呼ばれている。焙煎豆は、その焙煎の度合いによって、 さらに分類される。この焙煎の度合いのことを焙煎度と言い,い、焙煎度の低いものを朝入り、高いものを深入りと呼ぶ。朝入りされたコーヒー豆は薄い褐色で深入りへと進行するにつれて黒褐色へと変化し、表面に油が滲み出てくる。朝入りと深入りの中間にあたるものを中入りと呼ぶこともあるが、これらは相対的な指名であって、 明確に定められているものではなく、販売店舗などによっても異なる。また、日本では以下の8段階、朝入り深入りの順の焙煎度を用いる場合もある。甘みのある豆の場合、深入りにするとその風味が弱めてしまう。朝入りの方が、カフェインが多く含まれている。一般に、朝入りは、香りや酸味に優れ深入りは苦味に優れると言われているが、思考の問題であるため、 総合的に見て、どちらかが優れているということは、特にない。主要生産国の大規模コーヒー農園を中心に、全世界で1000万ヘクタールの土地で150億本のコーヒーの木が栽培されていると外産され、主要産地は、北緯25何25度までの熱帯とは熱帯に集中し、コーヒーベルトと呼ばれる。なるべく多く生産するためには、 1>, 1ヘクタールあたり、10た下身で16トン、あるいは1エーカーあたり1万5000ポンド、農園は大量の水及び肥料を必要とする。国際市場での生産国は60カ国ほどで、生産量はブラジルが3分の1を占め、ベトナムが15%で2位となっている。1999年まで世界2位だったコロンビアは、近年生産量が減少し、2008年に、 インドネシアに抜かれ4位となっている。5位は年によってインド、エチオピア、メキシコが入れ替わっている。生産国によってはコーヒーの木とそのコーヒー豆生産品種が偏っていてアラビカ市中心がコロンビア、グアテマラなどの中南米諸国、パプアニューギニア、エチオピア、ケニアなどロブスタ市中心がベトナム、タイ、コートジボワール、ザンビアなどブラジル、 インドネシア、インド、メキシコ、タンザニアなどでは、漁師が生産されている。日本でも小笠原諸島や沖縄で、明治時代から生産が試みられ、現在も小規模ながら生産、販売が行われている。コーヒー豆の名前、銘柄は、伝統的に、産地、生産地、収積、出荷地に基づいている。これに対し、 1990年代以降の動きとして、高品質であることを売り物に差別化を図るため、さらに特定の農園の名前を冠したコーヒー豆も増えつつある。代表的なコーヒー豆の銘柄と、その主要産地を括弧内に示す。なお、味に関してはコーヒーを参照のこと。コーヒー豆の流通は、世界の大手4社、クラフト、ネスレ、P&G、サラリーによる、 河川状態で、さらに複雑な流通経路から、かなりコスト高となっている。かつて世界の一時産品貿易品目のうち、貿易高で石油に次ぐとされた時期もあったが、国際コーヒー協定の輸出割当制度が停止、その後削除された1989年以降、輸出価格が大幅に下落したにもかかわらず、消費者価格はさほど変わっていないのが現状である。 焙煎前の生豆の状態で、朝袋、またい単位で取引され、1袋あたりの重量は6グ k g が、基本となっている、ブラジル産、アメリカ農務省や世界コーヒー機関の統計データが、実際には産地によって異なり、コロンビアの 70kg、中南米の150ポンドイコール 68kg、ハワイの100ポンドイコール 45.4kg、などがある。 コーヒー豆は生産地が世界規模で、また気候の影響を受ける農作物であることから価格変動が大きい。このため価格と供給の安定を図るため、先物取引の対象となっている。アラビカ種はインターコンチネンタル取引所参加のニューヨーク商品取引所やブラジル商品。 先物取引所で、ロブスタ種は、ユーロネクスト参加のロンドン国際金融先物、オプヨン取引所などで、商品先物取引の主要銘柄として上場され、取引金額も大きい。また、両社は、産地や用途が異なり価格動向に差があるため、ストラドル取引、鞘取りの定番となっている。日本でも、東京穀物商品取引所で、 アラビカコーヒーとロブスタコーヒーが上場されていたが、事故のごとくマネーゲームのみとなって衰退し、ロブスタコーヒーは2012年5月、アラビカコーヒーは2013年3月で、取引停止となった。コーヒー豆の流通は、大手4社による河川に加え、大規模倉庫を持つ、中間業者、中外人を必要とすることから、複雑で、競争の乏しい流通機構となり、 生産者の立場は弱く、収益も取引規模のスーパーセットに過ぎない。これは、国際農産物をめぐる、先進国、消費国と新興国、生産国の経済格差、南北問題要素となっている。さらに、生産国内の経済格差、貧困要素でもある。現在に至るまで大規模栽培は、プランテーションによっているが、 その運営は労働集約型の作業に依存している。このため、少数の事業者、大事主が無数の労働者を雇用する形態となるが、上記による効率化指向は、労務管理の改装化を求め、格差の固定を促すことになる。ブラジルなど主要生産国の労働力は、かつては黒人奴隷を主体とし、奴隷制廃止後は移民労働者へ移行した。いずれも、 最貧層に置かれやすい立場であり、労働環境も悪い。1970年代以降、厚生貿易、フェアトレードによる直接買い付けが行われている。非営利団体や小規模事業者により、高品質を保証したスペシャルティコーヒーを先進国の消費者に直接販売し、生産者の収益を安定させ、労働者の待遇や環境問題、生産環境の改善。 経済的自立促進を施行しているが、消費者のブランド振興、価格破壊要求に阻まれ、取引規模は統計値に現れない水準、1%未満に止まっている。スターバックスコーヒーやイオングループなど一部の大手企業は、自社製品のごく一部に関し、フェアトレードを標榜している。コーヒーの木から飲料としてのコーヒーを作り出す過程で、コーヒー豆には、 数ステップの加工が行われる。全体像を把握するには、コーヒーの効を参照。収穫されたコーヒーの果実から、コーヒー豆を取り出す工程を、コーヒーの生成と呼ぶ。コーヒーの生成には主に乾式、乾燥式、非水仙式と、湿式、水仙式の2種類がある。単純作業のため、コーヒーの生成は、生産地で行われる。生成を済ませたコーヒー豆は、 生豆と呼ばれ、カビなどの発生を防ぐために、水分含量が10から12%になるよう、乾燥して保管され、消費地に輸出される。古くから行われている、生成方法であり、水の瓶の悪い産地でも行えるという利点がある。モカやマンデリンの産地ではごく一部を除いて、伝統的に乾式による生成である。 ブラジルでも大部分は乾式であったが、より高級品として、売れるため湿式や半湿式が徐々に増えつつある。また、ロブスタ種については、乾式がほとんどである。収穫した果実を乾燥状に平らに広げ天日干しを行う。乾燥に要する時間は、果実の完熟度合いで異なり、完熟した黒い実では1から3日、未熟な緑色の実では2週間ほどを要する。 乾燥を均一化するために、火に数度拡販が行われる。乾燥後、外皮と果肉、内化皮などを機械的に取り除く。現在では、摂氏50度で3日、程度乾燥する、機械乾燥も行われている。かつての人力で選物を行う作業では、ペネーラという丸い平らな網を使い、豆を空中に高く振り上げて混入物を、ふるい分けていた。 乾式に比べて、コーヒー豆の見た目が整いやすく、商品価値が高くなる利点がある。ブラジル以外の産地で、アラビカ種に対して行われることが多い。収穫した果実はまず約1日水につけられ、そこで浮いてきた未熟果実が除去される。外皮と果肉を大まかに機械的に取り除いた後、発酵層と呼ばれる水槽に1日から2日つけられる。この過程で、 果肉と発酵層に生息する水中微生物の持つペクチン分解酵素の働きにより種子を取り囲むペクチン層が分解される水洗いして乾燥させた後生成工場に出荷されそこで内火火を機械により取り除いてコーヒー豆とする内火火を取り除く前のものをパーチメントコーヒーと呼びこの状態で輸出される場合もあるなおロブスタ種はほとんどが 乾式生成であるが、日本のロブスタ種の輸入量のうち最も多い、インドネシア産のウィブと言われる銘柄は、湿式生成である。乾式と湿式とを組み合わせた、半湿式、半水栓式という方法が、ブラジルの一部の農園などで行われている。収穫後の果実を湿式と同様に水槽につけるが、発酵層につけることなく、外皮とか肉を取り除き、 その後で乾式と同様の方法で乾燥する。また特殊な生成法として、コーヒーの果実を食べた動物の糞から、コーヒー豆を生成するものがある。市場に出回ることがあるものとして、インドネシアに生息する、ジャコウネコの糞から取れるコピルアクが有名である。その他にも、取り合いたち、虎の糞から取れたと称するものが、産地で、極少量を得られることがある。 いずれも極めて生産量が少ないため希少価値から最も高価で取引されるコーヒー豆の品質としての評価とは必ずしも結びつくものではなくその味についても評価は分かれる。生成された生のコーヒー豆は次に焙煎されて初めて実際に我々が口にするコーヒーの香りと味を生み出す。多くの場合、この工程は消費国でなされ。 ロースターと呼ばれる大手のコーヒー豆卸業者が行うほか、コーヒー豆こじを行う販売店や喫茶店などで自家焙煎される。一部の愛好家の中には自分で生の豆を購入して自家焙煎する人もいる。焙煎は焙煎機と呼ばれる専用の機械で行われる。ただしフライパンや放楽、銀杏入りに用いる金属製の手編みや 電動ポップコーンマシンなどでも焙煎することが可能である。これらの装置は加熱原理と熱源の違いによって以下のように分類される。コーヒーが焙煎されるとき豆の温度は約200摂氏300度程度まで到達する。一般的な焙煎方法ではおよそ10から20分程度の加熱時間を必要とする。なお、直火方式の場合は、 1 5ム程度ごとに1分ほどが目安である。焙煎中、豆からは残っていた薄皮、銀皮、シルバースキンが剥がれ落ち、そのクズはチャフと呼ばれる。焙煎は職人技を要するが、家庭用焙煎機では工程のすべてを自動で行うものもある。生豆の水分量はもちろん、その日の容器や湿度によって焙煎の所要時間は異なる。 焙煎が終了した後は、余熱で焙煎が進まないように冷風を開けて,て、すぐに焙煎豆を冷やす必要がある。焙煎により豆の pH は低下し、酸性が強くなる、ミディアムあたりで最低値となり、イタリアンまでいると pH5.7 から5.8程度となる。また熱によって、タンパク質が分解され、苦味の元となるジケトピペラジンが増加する。 したがって、朝入りでは酸味が強く、深入りでは苦味が強くなる。コーヒー豆は、その消費目的に応じて、数種類混合されることがある。これをブレンドと呼ぶ。ブレンドされたコーヒーは、ブレンドコーヒーと呼ばれ、これに対して一種類の焙煎豆の実からなる香を、ストレートコーヒーと呼ぶ。ブレンドは通常、焙煎の後かつ粉砕の前で、焙煎された。 数種類の豆を混合することで行われることが多い。これは、産地、産年、品種、粒へ、含水率などが違う生豆を混ぜてから、同一の加熱条件で煎すると、焙煎の仕上がり状態にばらつきが生じるためであり、またそれぞれのコーヒー豆の特徴を生かすために、焙煎の程度を変えるなどする必要があるためである。場合によっては焙煎する前にブレンドしたり、 粉砕した後の粉同士で行うこともある。ブレンドは複数の違った持ち味を持つコーヒーを混ぜることでストレートコーヒー単品だけではなし得ない味を提供者側の意図に合わせて作り上げるための工程である。しかしながらその法則には定まったものがあるわけではなく、各ロースターが独自に考案したブレンドのレシピに従って行われる。インスタントコーヒーなど工業的生産の場では 香味等の品質を保つため八つ以上のタイプの豆が混合される。焙煎されたコーヒー豆は抽出される前に下流状ないし粉状に小さく引かれる。この工程をコーヒーの粉砕という。粉砕にはコーヒーミルあるいはグラインダーと呼ばれる器具あるいは機械を用いが場合によっては乳鉢や石臼などが用いられることもある。 コーヒーは焙煎された豆のままで販売される場合と、工場で粉砕された後で販売される場合があるが、粉砕されると表面積の増加から空気酸化による品質低下が早まると言われているため、家庭用のコーヒーミルで抽出直前に引いている人も多い。粉砕されたコーヒーは粉の大きさに応じて細引き、中引き、粗引きと呼ばれる。大きさの目安としては、 荒引きでザラメ灯台と言われる。ただしこの区分はあくまで相対的なもので、定まった規格があるわけではなく、店舗やコーヒーミルの違いによって、実際の大きさは異なる。これらの引き具合は、そのコーヒーがどのように抽出されるか、またどのような味にすることを望むかによって調整される。例えばエスプレッソではほとんど微粉に近い粉状になる、よう、極細引きして用いられる。 この他コーヒー豆に対して行われる加工技術にはデカフェを製造するための脱カフェイン処理などが挙げられる。この処理は生豆の段階で行われることが多い。詳細はデカフェを参照。コーヒー豆はその品質によって等級付けされる。この等級付けは豆の大きさや質の劣る豆、欠点豆の混入している割合などによって行われるものであり。 コーヒーの香味そのものとは必ずしも一致しない。また、等級漬けの方法や基準は産地によって異なる。コーヒー豆に混入している異物や病気や虫食いなどのある豆はそのコーヒーの品質に対する評価を下げるものであり、欠点と呼ばれる。近年、欠点豆の混入率は非常に少なくなっているが、それでも焙煎の前後には、 これをより分けるハンドピックの作業が不可欠である。欠点の代償となる質の劣った豆のことを特に欠点豆と呼ぶ。欠点豆には以下のようなものがある。欠点豆の数、欠点数によって定まるナンバーとスクリーンナンバーの組み合わせで表示される。メキシコ、ホンジュラス、グアテマラの中米地域の産地では標高が高い方が品質が良い豆が取れるとして、 標高による格付けを用いる。下記はグアテマラ式の7段階の等級分けで上からの順で、良い等級である。タンザニア、ケニアで生産される豆の格付けは、a A、A、B 等のアルファベットで表記される。パプアニューギニアも同様。主に、スクリーンナンバー18、欠点豆混入が少ないものを AA とする。 生豆は水分含量が高くなりすぎないように気をつけて保管すれば少なくとも数年は長期にわたる保存が可能である。焙煎豆については常温で密封保存した場合の賞味期限は豆の場合で2週間程度、粉砕した後では2日程度と言われる。ただし人によって評価が分かれておりもっと短く捉える人もいれば長く捉える人もいる。 この賞味期限の短さは、コーヒーの香味が時間によって劣化するためである。コーヒー豆を焙煎した直後から、焙煎豆に含まれる成分の酸化や気酸が進行し始め、時間とともにコーヒーに抽出した時の香味が損なわれる。この香味の劣化は特に粉砕した後で早く進行するが、これは豆から粉へ表面積が増加するためだと考えられている。 一方で焙煎直後の豆についても問題がある。約2日間、焙煎豆から大量の二酸化炭素が発生する。このため、焙煎直後の豆を機密性の高い袋に密封すると破裂する場合があるので注意が必要である。また、この期間中はコーヒーに抽出した場合の味が安定しにくいと言われる。このため、豆を焙煎した1から2日後から2週間程度までの期間を 賞味期間だと考える人が見られる。商業規模では、焙煎豆を長期間保存するために保管方法や放送技術が開発されており、真空包装や低温での保管も行われている。家庭では短期間に使い切る場合には、室温保存でも問題ないが、長期保存するためには、冷蔵や冷凍を行う。ただし粉にした後で保管する場合には、 低温から室温に戻した時に吸出するため密封容器に入れることが望ましいと言われている。コーヒー豆生産の受給バランスや貿易ルールの策定のために国際コーヒー機関いい c が組織されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。